はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、ということで、今回はですね、インスタグラム集客でコストをかけず、自宅にいながら月間29万円の売り上げを上げた秘訣についてですね、企業支援コーチングをされている菅野さんと一緒に動画を撮っていきたいなと思うんですけども、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、お名前は、菅野優子さんと。はい、はい、そうです。菅野優子です。そして、実際今どういったご活動を、されているかも簡単に教えていただけますでしょうか。今はですね、インスタグラムと LINE アットを使って、起業したい方の支援と、あとメンタル側のコーチングも合わせて一緒にサポートさせてもらっています。かしこまりました。というところで、まあ、マーケティングとコーチングは両方の側面から、後押しをされていると。そうですね。はい。ことですね。かしこまりました。SYK と出会ってから今どれぐらいですかね、期間でいうと。出会ったのは去年の9月くらいだったのそうですで、ね、確約、90、11、12、5ヶ月、まあ半年くらいになりますね。5ヶ月から半年ぐらいと。OK です。で、そもそもなんですけども、弊社 SYK をですね、一番最初になんか、選んでいただけたなんかきっかけっていうのはどういったものだったんでしょうか。そうですね。なんかちょうど去年にそのコロナ禍があって、まあ、在宅ワークになったんですね、私が。今、会社員として働いてるんですけど、で、その中で、ちょっと他の、まあ、お仕事も探してみようかなと思って、YouTube を見たんですよ。それで、北野さんの、確か YouTube ライブだったかな、を、偶然本当にお見かけして、で、そこからお話をどんどん聞いていってっていうのが出会いです。ああ、そうだったんですね。そうです。へえ、かしこまりました。ちなみになんか、まあ、結構こういうマーケティング系のスクールとかね、コンサルティングとかって、まあ、うちの弊社以外にもやっぱいっぱいあるじゃないですか。その中でもやっぱり SYK を選んでいただけたのって何かあったんですか？決め手というか。そうですね。毎月、SIK さんが開いている Zoom セミナーっていうのがあると思うんですけど、そちらの説明を聞いてからちょっと判断しようと思っていて、で、セミナーに参加して、まあ、支援していただく内容をちょっとお伺いしたら、ちょっと他のところとは違うというか、だいぶ手厚くサポートしていただけるということで、こちらにお願いしようかなというふうに決めました。なるほどですね。ありがとうございます。じゃあちょっと早速ね、本題というところで、まあ、どれぐらい実績が出たのかとかもね、聞いていきたいと思うんですけども、先月ですかね、1月の売り上げとそうですいうことね。ですかね。はい。はい。で、月商で言うと、トータルでいくらぐらい？月収3、あ、29万8000円です。29万8000円、ジャストと。はい。ですね。かしこまりました。で、主に企業支援コーチングの、まあ、サービスっていうのを、まあ、提供されていらっしゃるということなんですけども、実際なんかどういった集客媒体を、今使われているのかっていうのも教えていただけますでしょうか。媒体は、インスタグラムと LINE アットを使ってます。もうその二刀流のみって感じですかね。そうですね、主に。インスタとも LINE と。二刀は流。い。はい。ありがとうございます。今、じゃあ実際に、ですね、インスタグラムで言うと、まあ、ちょっとこちらにですね、菅野さんの、インスタグラムね、ちょっと表示させていただいてるんですけども、まあ、フォロワー数いっても3000、もうすぐ500人ぐらいとそうですいね。う感じですかね。で、まあ、実際、コンセプトの文章とかね、初回のコンサルティングで、まあ、一緒に作らせていただいたりは、しはたい、と思そううんなりでますけか。ども、はい。まあ、投稿とかもね、結構統一感があって、すごい見やすいですね。なんか、あれですね、最初確か、コンサルティングしたときに、デザインをちょっと途中で変えましょうってなったんですよね。そういえば。そうですね、確か。なんかそうなんですかね。まあ、テキストの入れ方だったりとか、あと、写真のなんか、載せ方っていうのも含めて、いろいろと、アドバイスいただいたのを覚えてます。なるほどですね。まあ、実際にこの菅野さん、インスタ投稿していく中で、例えばタイトルとか投稿、もしくはストーリーとかでもいいんですけども、こういうところをすごい意識してるよとかっていうポイントとかってあったりされますか？そうですね、なんか親しみが湧くようにというのは気をつけているところで、私、私生活そんなにこうきらびやかなタイプではないので、なんかこう、映えしたくても、そんなに映える写真とかなかったりするんですよ。ので、なんかちょっと、お写真に写るときは、まあ、笑顔を意識してみたりとか。あと、普通の投稿の写真では、なんか皆さんが共感していただけるような、その投稿の内容に、
合ったお写真を選んだりとか、そういうことは意識してます。ああ、なるほどですね。投稿の内容に合った写真と。内容に合った写真と。で、結構この写真とかもね、今、実はフリー素材とかでもですね、結構ね、おしゃれな画像とかいっぱいあったりするんで、そういうところをしっかりと駆使をされていらっしゃると。そうですね。まさにそれもちょっと教えていただいたサイトで、いくつか探し出してっていう感じです。なるほどですね。はい。ちなみに、ストーリーの方とかはどんな感じですか？ストーリーの方は、なるべくですね、普段の生活を意識というか、普段こういう感じで私生活を送ってますよっていう投稿だったりとか、まあ、あとはストーリーを見てくださった方に、まあ、実際に私の、フィード面だとか、プロフィール見ていただけるような、まあ、誘導をちょっと入れるっていうことは意識してます。あ、なるほどですね。まあ、ライフスタイルを見せつつ、ちゃんとプロフィールへの、まあ、動線をできるようにしていると。でもこのストーリーに生活スタイルを入れるっていうのは、まあ、菅野さん的にはどういった意図があるんですか？はやっぱり何か見ている方がこうちょっと菅野さんにお話聞いてもらいたいなって思うのって、やっぱ親しみがあったりとか、まあ、親近感とかっていうのが大事だと思うんですね、私なりに。確かのに。で、なんか、あ、私と同じような生活を送っているんだっていうふうに、まあ、感じてくだされば、ちょっと話しかけやすくなるのかなと思って。ああ、なるほどですね。まあ、等身大というか、お客様と目線を合わせて共感をしていただくというね。しかし、それすごい重要ですよね。してもらうと。今度その、まあ、LINE の配信ってところもちょっと聞いていきたいと思うんですけど、LINE アットって、まあ、菅野さんの例えば LINE アットに入ってくださる読者の方々も、例えば、そもそも企業支援とか、そもそも企業のやり方とかコーチングとか、全く多分知らない前提で入ってくる方って結構いらっしゃると思うんですよね。で、そこから、まあ、例えばご契約につながるまでの動線ってとこで、まあ、菅野さん自身どういうふうな、例えば動線を作って、とか、どういうふうな配信を結構意識してるよみたいなのってあったりされますか？そうですね。私で言えば、なんか結構その、まあ、どのぐらい稼げますよっていうのをこう打ち出される方も、まあ、配信やってらっしゃる方のまあ、多中いでにすはいるとね。思うんですけど、ただなんかそれよりもなんかこういう悩みがありませんかとか、今のこういうことで困ってませんかっていうのの、まあ、呼びかけをして、まあ、それに対してなんか私実は昔こうだったんですって話をすることで、あ、私もそうだったんだってこう共感してもらえるような内容だったりとか、あとは実際にどういうふうにこうインスタグラムとか LINE アットのその配信をしているのかっていう、ちょっとした、まあ、ノウハウじゃないですけど、まあ細かいやり方とかを少しお見せしますねっていう形で、まあ、ちょっとお試しくださいっていう、ちょっとしたやり方みたいなのも含めてお渡ししたりしてます。ああ、素晴らしいですね。なんかちゃんと今お話聞いて思うのが、バランスよく、配信をね、されていらっしゃるなっていうのを思ってて、例えばそのちゃんとお客さんに自分の過去の体験で自分もこういうことがあったっていう、まあ、共感も拾いつつ、ハウの部分をちゃんと出してるっていうね。そこは確かにね、すごい重要ですよね、これからよりね、自分自身を知ってもらうためにも。なるほどですね。実際どうですか、LINE アットの配信とかって、そもそも菅野さん自身がうちの学科入る前って、そもそも自分でビジネスをやってたのかとか、集客とか売上面とかってどんな感じだったんですか？ですね、ビジネスというか資格を取ってたんですよ、それまで。普通に会社員として働いていて、メンタルコーチとか、あとコーチングとか、あとはちょっとハーブが好きなので、ちょっとハーブの資格を取ってみたりっていうことをやってたんですけど、なんかまさにその集客の仕方がわからないっていう状態で、これからどうやってお客さんを集めていったらいいんだろうって、私もまさにそこで悩んでた状態でしたね。ああ、そうだったんですね。その時ってぶっちゃけどれぐらい集客、もうゼロゼロですか？一人とゼロか。です、ゼあ、ロゼです。ロ。ゼロです。たまになんかこう、友人だったりとか同僚に少しこうアドバイスするくらいのレベルでしたね。ああ、なるほどですね。それがしっかりと SNS、まあ、オンラインを使って無料でしっかりと集客の仕組み化を今もう作れていると、そうです。いう段階だと思うんですけど、なんか、まあ、僕言うのもなんですけど、SYK の、まあ、学科もちろんうちにもいろいろテンプレートあると思うんですけど、SYK に入る前と後で何が決定的にここがすごい違ったから自分は変われたみたいな、なんかありますか、菅野さん的に。結構思い込みをしてるみたいなところがあって、なんていうんですかね、そのやり
やり方をしっかりと、うん、まあ、あの膨大な、ね、こうデータに基づいたこういう方法っていうのを教えてもらう前までは、うん、なんか私なりの自己流でいろいろやってたんですけど、はいはいはい、そうじゃなくてなんか過去に実績があってこういう、まあ、言い方だったりとか、うん、投稿の仕方っていうもの、あとお客さんの集め方っていうのにセオリーがあるんですよっていうふうに教えてもらったので、うんうんうん、なんかそれで、あの先入観なく、うん、あ、なんだろう、一からもう一度やり直してみようっていうふうに思えたのがすごい、あの違ったというか、良かったところだと思います。あ、なるほどですね。先入観を捨てて、はい、01でスタートできたことが一番良かったと。はい、あ、なるほどですね。ちなみにやっぱ、結構これコーチコンサル系の人とか多いのが、やっぱ商品販売じゃ集客はね、ある程度じゃテンプレ通りにできるようにじゃなりましたと。だからそこから先、その例えば、ね、商品をやっぱお客さんに購入していただくためにやっぱ提案とか、まあ、セールスとか言ったりするんですけど、まあ、しなきゃいけないと、はい、うん、なった時にそのセールスの時とかっていうのは、これ自体はブロックとかは特になかったですか？ブロックはそうですね、ありましたね。まあ、やっぱあったんですね。対価としてこうお金をいただくっていうことが、なんか私の中ですごいブロックがあって、こう何でもやってあげたくなっちゃうタイプなんですよね、うん、まあでも逆に言うとね、まあ、コーチコンサル向きっちゃ向きなんですけどね、はい、まあ寄り添えるっていうところでは、なんかもう親身になりすぎてこう自分を削っちゃうみたいなタイプだったんですけど、はいはい、しっかりとそれには価値があって、うん、対価としてその売り、なんだろう、あの購入していただくっていうことは別に悪いことではないっていうのもしっかりと学べたから、それがすごい良かったと思います。うんうんうん、まあ、お金をちゃんと対価いただくことの大切さというか。そうですね、うん、なんかあの修二さんのお話の中に、あの売らないのは悪だっていう言葉があったと思う。あ、よく覚えてますね。はいはいはい、すごい衝撃的で、あ、なるほど、あ、なるほどと思ってから結構変わった気がします。あ、そうだったんですね。なるほど。じゃあ、まあ今はね、もうその集客からまあセールスまでの動線を作られているというところだと思うんですけども、はい、まあ、なんか今後のどうですかね、あの菅野さん的 なんか展望とかもしあれば教えていただけたらと思うんですけども。そうですね、なんかいろんなお客様のお話を聞くと、はい、こう私が知らないようなこうあの状況に置かれている方だったりとか、うん、なんていうんですかね、社会的にこう、なんていうんでしょうか、こう自分が頑張りたくても頑張れない状況にある人が結構いらっしゃるんですね、うん、それをなんか今その私がやってきたように、まあコストをかけずに、うん、あの自分の良さを生かして、うん、お客さんに笑顔になってもらうっていう方法があるんだよっていうのをもっといろんな人に知ってもらいたいなっていうふうに思ってます。あ、なるほどですね。まあそのね、実際今、菅野さんやられてるお仕事も強みを生かした、そういった、まあ、コーチングを通じてその企業支援をしていくっていう、そういうあれですね。だからクライアントさん自身も自分の強みを生かしてより多くの人に価値提供できるような、そういう起業家をもうたくさん生み出していきたいと思ってます、いう感じですね。うんうん、素晴らしいですね。生きる人を生み出していきたいと、うん、いきたい、はい、素晴らしいですね。いや、今後ともね、あのご活躍もすごいあの楽しみな菅野さんなんですけども、あの今回ですね、あの下の概要欄の方にね、菅野さんの、LINE アットの方も一応載せておきますので、まあ、菅野さんの LINE の配信ね、あのすごい上手なので、はい、はい、ぜひ皆さんチェックしてみていただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということでね、今回菅野さんと一緒にね動画を撮らせていただいたんですけども、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。